こんにちは、ドクター花メガネです。今回は日本と各国で整形手術後の管理の仕方の違いについてご説明していきたいと思います。まず日本では、整形手術後メガネを着用してはならないというふうには言われません。普通お医者さんに聞くと、少なくとも1週間かそれか手術後すぐに着用可能というふうに言われます。しかし韓国ではメガネを使用するのは少なくとも3ヶ月後というふうに言われています。それはなぜかというと、整形したての鼻にこういった硬い鼻当てを当てて圧力をかけてしまうと、どうしても跡が残ったり整形したての鼻の形状が変わってしまったり炎症を起こしたりする可能性があります。実際こちらを持ってみるとわかると思うんですけれども、こちらは一般的な普通の市販のメガネなんですけれども、こちらは持った感じもすごく重いですし、やっぱりメガネって支えるときにこちらの両アームと、あとは鼻当ての一対の鼻当ての部分で支えられているんですけれども、どうしてもレンズ部分が大きくて重くなってしまうので、どうしても重力が鼻当ての方に行きやすいんですよね。でそうなるとやっぱりそのメガネの重さが全て鼻当ての部分に行くので、整形したての鼻に影響が行くことになってしまいます。でまた整形したての肌はすごく弱っているので、炎症などのトラブルを起こす可能性もあります。ですがドクター鼻メガネは、こちらの一般メガネと比べれば分かるように、鼻当てが頬当ての方に位置が変わっています。でこうすることによって、鼻に影響が一切いくこともなく、軽々とつけていただけます。でこちらは実際に韓国のお医者さんが作られて特許も取っているメガネになっています。で実際韓国で整形された方々はほとんどこちらのメガネを購入されて生活をされるということを聞きました。なので、整形手術だったり、尾骨を骨折されて手術された方もそうですが、手術をされた後絶対に一般のメガネはつけないようにしてください。でこちらの商品は実際に、日本でも Amazon で購入されています。で日本だけでなくて、中国、アメリカでも幅広く購入いただいております。でこちらの動画には記載されて、こちらの動画には載せてないんですけれども、手術をされる方の中にはやっぱり渡韓するのって何回も何回も来るとお金もかかってしまうということなので、目と鼻を一緒に手術される方もいると思うんですけれども、そういう方にもこのドクター鼻メガネを使っていただけます。でこちらの商品の中で目と鼻を一緒に手術された方は、ここの部分が透明じゃなくてサングラスになっているドクター鼻メガネもありますので、ぜひ Amazon で探してみてください。でこちら質問も受けているので、ぜひ動画のコメント欄に質問など載せていただければなと思います。では以上が韓国と日本の管理の違いについてでした。ありがとうございました。